はい、ということで、今日は、こういうタイトルで、トポロジーと、物理ということで、まあ、学部で出てくるような物理を使って、まあ、その中でどういうところでトポロジーというのがよく出てくるのかというのを少し説明したいと思います。で、まあ、トポロジーっていうと、なんかよくドーナツとコーヒーカップが一緒とかって言ってなんか説明されるわけですが、まあ、なんかあれは、なんかだからといって、じゃあどこで物理に効いてくるのかとかよくわからないと思いますし、まあ、あんまりいい説明ではないと思いますので、まあ、今日はそういうトポロジーという言葉の意味も含めて、なんとなく説明していきたいと思います。で、まず最初に、いわゆるギンツブルグランダウ理論というのを思い出したいと思います。で、これは何だったかというと、まあ、いわゆるその超伝導の現象論的な模型として最初に提案されたものでして、まあ、だから物性ではなんか非常に重要な理論なわけですが、いわゆる超伝導の現象論的な目的になっています。で、まあ、これがいわゆるその相転移を記述する、なんというか、一番基本的なところの話になったわけですけれども、まあ、それをちょっと思い出しますと、まずこの GL 理論というのでは、GL 理論では、次のようなフリーエナジー、自由エネルギーを考えるところから始めます。いわゆる自由エネルギー、エネルギーを考える。を考える。で、これどういうものだったかというと、まあなんか、その、連続的な、まあ、場の理論チックな書き方をしまして、まあ、なんか例えばこのスモール d というのが空間の次元を表していて、でそこで次のような量を考えます。でまず1項目がいわゆるキネティックタームとか運動項とかって呼ばれるやつでして、でまあプサイというのが複素数に値、ここでプサイと書いたのはいわゆる複素スカラーバーです。複素数に値を取るようなスカラーバー、複素スカラーバーになっていて、カラーバーで、ギンツブルグランダウ理論ではこういう複素スカラーバーをいわゆる秩序変数として採用します。でこれはもうちょっと微子的な観点からはいわゆるクーパー対の波動関数というのになっているわけですが、まあ、ここではその現象論的にとりあえずこういう秩序変数を持ってくると。でそのプサイというのが、この、いわゆる共変微分が当たって、いわゆるこれが運動項というのになっていまして、まあ、これの絶対値の2乗。だここで A μ とかって書いてるのが、これがまあ U1 のゲージ場ですね。U1 ゲージ場。で、この部分がいわゆるなんか共変微分という形で組み合わさっている。でこの運動項に加えて、ギンツブルランダウ理論で重要なのは、なんかこのいわゆる4乗のポテンシャル項というやつで、このファイという複素数の、絶対値ですね、この値の絶対値の2乗引く A という、なんかこれは定数です。で、この定数の2乗という形で、いわゆるポテンシャル項を考えます。で、ここで A というのは、まあなんか実数に値を取るような、まあ、パラメータです。この A がいろいろ変わって、現象がいろいろ変わる。で、まあ、もうちょっとなんか詳しく言うと、本当はこの、このさらに前の部分に、なんかもう一個パラメータをつけてやって、普段よくやるのは、こう、二変数のなんかパラメータをよく使うんですけれども、まあ、今回ちょっとそこのパラメータは利用しないので、まあ、単に1というふうに置いてしまいました。で、本当はなんか質量の1、2m 分の1とかもありますけど、今日は重要じゃないので、省きました。さて。で、まあ、ちょうどこのだからポテンシャルの部分を見てもらったら分かるんですが、この部分は、2乗引く A の2乗という形になっているので、まあ、4乗になっているわけですね。4乗マイナス 2A プサイの2乗プラス A の2乗という形になっているので、
まあ、一番その4乗の係数は常に、まあ、1になるようにとっていて、で2乗の係数はこの A の符号に応じてマイナスになるかプラスになるかが変わっていて、で、まあ、定数の部分はこれエネルギー の, あの2コンスタントを足しているだけなので、まあ、この部分は無視していいんですけれども、この係数の部分の符号というのを、まあ、A が司っていると、2次の部分を。ですから、なんか一番重要な一つ目の事実としては、この A の符号に応じて、実はこの理論の、なんていうか、安定な部分というのが、構造がガラッと変わると。で、A の符号に応じて、まあ、これが一番なんか、ポイントのところですが、符号に応じて、まあ、ポテンシャルの構造が変わると。ポテンシャルと言ってるのは、この第2項の部分ですが、構造が変わる。で、これが構造が変わる。いわゆるその異なる層を記述するわけですけれども、つまり例えば A が正の場合というのを考えてみます。そうすると A が正なので、この2乗の係数の部分が全体としてマイナスになっていますから、でそうすると、ファイの絶対値が十分大きいところでは4乗の方が支配的になって上に上がっていくんですけれども、ファイの値が十分小さいところっていうのは、なんていうか2乗の部分が支配的になるので、そうするとなんか真ん中でちょっとポコッと上がったような、なんかこういう感じのポテンシャルになるわけです。これがファイの絶対値で、この縦軸がだからこの第2項の値を書いてると思ってもらったらいいんですが、でちょうどだからこれ最小にするのはこの2乗が0になる部分なんで、まあ、これで言うとちょうど、まあ、ルート A ですかね。プラスマイナスルート A のところでなんか最小値を取るような、こういうポテンシャルの構造になると。一方で A の値が負の場合というのは、 A が負の場合は、まあ、0の場合も含めていいですが、負の場合というのはこれに対して全部プラスで作用するので、利用するので、ポテンシャルの構造としてはこの ψ の絶対値が0になっているところが安定で、これがポテンシャルの最小値はと。でいわゆるそのギンツブルランダウ理論で超伝導とか上伝導とかっていう場合は、ちょうどこの左側の A が正の場合というのがいわゆる超伝導層というのを表していて、でこっちの A が負の場合というのが上伝導層を表している。で超伝導層ではこの ψ というオーダーパラメーターがその0じゃない値ですね、ルート A というところに値を取るのが安定になりますから、それでもってなんか真空の層が変わっているということで、層点を説明するというのがギンツブルランダウ理論のアイデアでした。で、まあ、だから本当はだからこの辺が層点を表すところなので、なんか物理的には重要なわけですけれども、まあ、今日はこれ以降のところはもっぱら、まあ、こっちの A が正の部分というののケースについて注目したいと思います。まあ、こっちはもう扱わないので、以下は A は正の定数だと思ってください。で、この状況で A が正の場合で、いわゆるその理論の真空構造というのを考えてみます。理論の真空を調べる。真空を。で、理論の真空と言ってるのは、要するにこのポテンシャルを最小に、ごめんなさい、この自由エネルギー F というのを書きましたが、この F というのを最小にするようなプサイ、あるいは A の範囲だと思ってください。プサイとか A の範囲を調節して、この F というのを最小にする。で、それはどういう範囲ですかというのがこの真空の意味です。ですから真空というのは F をまあ最小というか、正しくは極小というべきですが、まあ、今の場合こういうの最小と言ってもいいんですけど、極小にするような、このプサイとか A のまあ範囲ですね、これをどういう関数にすればいいのか、範囲を、これをまあ理論の真空ということにしますが、まあ、いわゆる古典的な真空ですけれども、理論の真空を、考える。で、そうしますと、今 F っていうのは非常に簡単な構造をしてて、第1項と第2項ってあるんですが、両方とも2乗の形になっていて、値は正です。ですから F を最小にしようと思ったら、第1項も第2項も同時に0になっていたら、それが最小になっているわけです。で、実際だからそういう解を考えてみたらよくって、そうしますと、要するに Δxμ-iβ(a μ)の ψ が0であって、でなおかつ、まあ、この第2項を最小にするのはさっきも言いましたが、ψ がルート a になったところなんで、まあ、それを与える式としては絶対値の2乗マイナス
A というのが0ですね。こういう条件式が理論の真空を規定します。でこれをまあ解いてみたらいいんですが、まあ、ちょっと変形してみると、まあ、これ移行するだけですけれども、まあ、プサイのインバースのデルデル X ミューのプサイっていうのが I 倍の A ミューっていうのと、アンド、これはまあ単にプサイの絶対値が、まあ、プラスマイナスルート A、まあ、絶対値なんで、ルート A でいいですか。いうことになります。でだからこれを解けばいいんですが、今その空間の次元をなんか D 次元の場合でなんかこの方をいろいろ書いてたんですけれども、ここで空間の構造をちょっとだけ規定しましょう。あ、ごめんなさい、その前に先にもうちょっとこれ変形しますね。でどうするかっていうと、今どこの式を見るとプサイっていうのはだから本当はバーなので、なんか X っていうその空間の点に依存するわけですが、この2本目の式が言ってるのは、バーの絶対値は常にルート A という一定の値になっておきなさいということを言ってます。だからこれを使って、次のようにちょっとパラメータを変換してみましょう。つまり、ψ x というのを、こいつの位相の部分と、だから極座標を表示するというのか、こういうふうに書いてみましょう。絶対値の部分がルート A だと分かっているので、どうする。まあ、これでこの丸いファイというのを定義することにすると、まあ、この中に式を代入してやれば、こいつのインバースと微分があるので、微分をしたときにファイの微分が出てきて、すると、先ほどの式っていうのは、ちょうど、こういう標識に置き換わります。代入しました。でここで、さっきちょっと言いかけたんですが、空間の構造を、固定しましょう。ここで、空間が、いわゆる1次元の円周、いわゆる S1 というやつですけど、まあ、要するに、まあ、さっきちらっと D と書いてたやつが1の場合で、なんかこういう円周を考えるわけです。で、この上が超伝導体だと思っている。こういうことを仮定してしまいましょう。こういう理論を考えます。で、この状態ですると、で、この状態で、だから、これ、今 S1 だと言ってるんで、あ、例えばだからこの辺の I は何も考えずに落とせますが、要するに今座標が一つしか、μっていうのは一つしか成分がないので、まあ、これを落としてやっておくって。で、だからちょうどこの部分を、なんていうか、0から 2π で、0から始まって、2π っていう座標を入れてやりますと、まあ、これを積分してやるわけですね。両辺を、まあ、S1 上で積分すると、まあ、そうすると、だから、こちら側は、だから両方とも S1 上で積分するわけですが、まあ、両辺に積分をつけるとこんな感じになっていて、で左辺の部分というのは微分の積分なので、まあ、これはなんか計算できて、要するにこれは、単に、これ今0から 2π でパラメトライズしているので、π の 2π の値っていうのと π の0の値っていうのを引いたものになります。で一方で右辺のこの部分っていうのは S1 っていうその閉じた経路に関して A というゲージ場ゲージポテンシャルの積分を行っているので、これはなんかいわゆるストークスの定理とかっていうのを使うと、このちょうど今 S1 っていうのを考えてましたが、この S1 を境界に持つような、なんかこう局面を考えてやるわけです。でこれはまあディスクと呼んでいるので、二次元ディスクという意味でしばしば D2 というふうに書いたりしますが、でこの D2 の上でいわゆるその磁束を積分してあったもの、磁場を積分してあったものというのに書き換えられるわけです。いわゆるストークスの定理を使う。だからここを貫く磁場 B ですね。だからこれいわゆる磁束というやつですけど、でこれを両辺で例えば 2π、この両辺を 2π で割ってやりますと、最終的な標識としてπ の 2π から π の0を引いて 2π で割ったものが、これすなわち 2π 分の1のディスク上の積分の
B というふうになっています。で、今やっていたことは要するに、なんかこの真空を与えるような解はどうなっていますかというのを計算したら、まあ、最終的にはこういう結果が答えとして出てくるわけです。で、ここで注目してほしいのは、実はこの左辺のことをしばしば、もともとプサイというバーから定まっていたので、WN プサイと書いて、この左辺ですね、つまり φ の 2π 引く φ の0を 2π で割ったものを、これをプサイのいわゆる巻き付き数、ワインディングナンバーというふうに呼びます。で、これは巻き付き数と言っていることからも分かるように、値は整数に値を取ります。つまり何を言っているかというと、もともとそのプサイっていうバーは、なんかこの円周の上に定義されていて、で、なんか、だからこの円周のある部分を切って、なんかここに複素数平面があると思ったら、プサイっていうバーは、なんかこの複素数平面上のどっかの方向を向いているわけです。で、このなんか平面をぐーって動かしていくと、だから結局そのプサイっていうのがどういうフェーズを持ってるのかっていうのに応じて、なんか矢印が定まるわけですけれども。で、それがだからこの S1 上で、元に戻ってくるまでの間に何回巻きついたかっていうのを表しているのがこいつです。つまり、この丸いファイっていうのは、このプサイの位相だったわけで、このプサイっていう場が S1 に沿って 2π 回った間に、どれだけその動いたんですかっていうのがこの差で表されているわけですね。2π の時の巻きついてる値、位相の値と0の時の位相の値の差を取って、でそれを 2π で割り算してやってるので、まあ、例えばだから 2π 進む間に 2π 位相が回ったっていうんだったら 2π-0 を 2π で割るんで1回回ったと、そういうふうに巻きつき数がカウントできるわけです。で、なのでこの値っていうのはなんかその整数にこう量子化されているわけです。なんか連続的な値は取れないわけです。で、一方でこの右の部分というのはいわゆる時速と呼ばれるものになっていて、つまりなんかある面積あたりの磁場の積分というので、これをいわゆる時速というのになっていますけれども、これはだから意味としてはなんか時速の値というのが整数に量子化されるということを言っていて、これがいわゆる超伝導体における時速の量子化というのを説明しています。これ時速の量子化そのものです。なんか超伝導の話をあまり聞いたことがなければ、そんなもの知らないというかもしれませんが、超伝導の方を見れば、なんか最初の方に時速の量子化というのが入っていて、書いていて、なんか超伝導体を貫けるような時速っていうのは、ある値に量子化されている。それを時速量子とかって呼んだりするわけですが、いずれにせよこういうふうに、なんか実は巻き付き数でもって、こういうふうな時速の量子化っていうのを説明することができると。で、なんかこの巻き付き数っていうのは、この S1 の詳細な構造に全然よらないわけです。形によらないわけです。だから例えばこの S1 っていうのが多少こうひしゃげてたりとか、あるいはちょっとこう伸びてたりとか、そういうことをしたとしたら、まあ、だから積分のこういう記号を書くのは大変になるわけですけれども、形はちょっと複雑になるわけですけれども、実際に何回巻き付いたかっていう数はなんかちゃんと定義できるわけです。多少いびつになったとしても、このワインディングナンバーというのを定義することはできるわけです。そういう意味でなんかこの空間の構造、まあ、この連続変形するようなのをなんかトポロジカルな変形と呼んだりしますけれども、この空間の形に依存してこういうワインディングナンバーというのが定義できたわけで、まあ、こういうのをなんかトポロジカルな量というふうに呼んだりするわけです。ですからなんか話をまとめると、だからもうちょっとなんか絵で描いておくと、なんか例えばワインディングナンバー0ってどういうことかっていうと、なんか位相が変化していないということなんで、まあ、こんな感じです。あるいはなんかワインディングナンバーが1っていうのは、なんかこの S1 に、S1 が0から 2π 行くに従って、なんかこんな感じで、なんかこう1回巻きつくって言ってるんで、まあ、A としてはこんな感じですね。だからこの黄色の値っていうのが、なんかプサイの和の値を表していると思ってもらうと、なんかこの S1 に沿って、なんか1回位相が回りますよっていうんで、これが巻きつき数1。巻き過ぎ数マイナス1っていうのは、これが逆に回った場合と定義すればよくて、今だったら、こんな感じです。まあ、ちょっとこれ自分で絵を描いてみないと全然意味わかんないかもしれませんが、まあ、これが巻き過ぎ数マイナス1の状態。はい。
だから結局話をまとめると何を言ってるのかっていうと、なんかこの超伝導体の模型、ギンツブルランダウ理論でその超伝導層における真空の構造っていうのを探した結果、その真空っていうのはこういう巻き付き数という Z でラベルされているということが分かったわけです。だから真空はいくつありますかっていうと、この Z でラベルされる分だけ異なる真空が存在している、エネルギーを極小化する状態というのが存在している。で、物理的にはその整数の違いっていうのはこの S1 の中を貫いている磁束の数で区別されているというのがここで言っている秒像です。よろしいでしょうか。で、つまりだからそれを書くと、つまり今言った通りで理論の真空というのは、真空はこの巻き付き数ワインディングナンバーである Z でラベルされている。というわけです。で、なんでこんなことが起こったかというと、この Z の意味なんですが、まあ、同じことの繰り返しになりますが、今から言う話を一般化していきたいので、もうちょっとこの話を数学っぽい言葉で書き直しますと、この Z には要は今、巻き付き数といっているのは何が何に巻き付いたのかというと、まずこの S1 というもともとの空間ですね、空間の構造 S1、 つまり空間 S1 ですね、時空じゃないですけど空間 S1 に対して、今このバーが複素数に値を取っていました。で、特に複素数の絶対値は必ず正の値だということが条件の式の中に入っていたので、こいつはゼロにはなり得ないわけです、このプサイというバーは。ですから、この、まあ、バーというのか秩序変数というのかは気持ちの問題ですが、バープサイの地域ですね、プサイを取るところという意味で、地域、すなわち、まあ、基本的には複素数に値を取っているんですが、なおかつこれ今原点には値を取れないので、ゼロにはなれないので、複素数からちょうど原点を引っこ抜いたようなところ。で、こういうところに、の巻き付きという、まあ、幾何学的な意味がある。幾何学的な意味があります。まあ、ある。ですね。だから、これ、原点をこう、複素数平面の中から、ちょうどこの原点だけ引っこ抜いたところということで、まあ、こんな感じです。まあ、分かる人からすると、これトポロジカルにはこれ単に S1 と一緒なんですけれども、元来というか、プサイというのは複素数に値を取っていたので、まあ、大体こういうところに値を取るものと思ってください。で、記号としては、だからこういうしばしばあるところから、だからプサイっていうこのバーは、今の場合、S1 という定義域から、この C 引く原点というところを地域とするような写像なわけです。で、特にこの巻き付き数っていうのはその写像の詳細を忘れてしまって、だからちょっとこの辺をなんか連続変形してなんかこんな感じにずらしたとしたって巻き付き数は変化しないわけです。だからこの S1 から C 引く原点っていうところのマップであって、それを連続変形で同一したものというのが今観察したい巻き付き数という量です。なのでちょっと記号の定義も兼ねて、まあ、それを書いてしまいたいんですが、数学的にはこういうのを記号で、まあ、数式では、数学では、つまり、今 S1 という空間から、この C という複素数平面引く原点というところへの、まあ、鍵括弧で表して、まあ、この記号の定義は何かっていうと、S1 からこの、まあいいや、この記号の定義は後で書くことにして、今こういう量が Z であると言っていることと一緒です。ここで、この鍵括弧の意味は何かっていうと、これはなんか X という空間から Y という空間への写像であって、で、その写像を今言った意味で連続変形で同一したもの。細かいこの連続変形のことに今興味がないので、これをまあ連続変形で同一したものというふうに定義します。
で今言ってるのはワインディングナンバー、つまり S1 からここへのマップっていうのは、実はその巻き付き数で識別される分だけ、つまり Z の分だけ異なるセクターというのを持っていて、これが Z になっているというのが数式で書いた場合のここでの意味です。で、ここで言いたかった教訓は何かっていうと、結局どういうところでこういうトポロジーというかトポロジカルな量が出てくるかというと、結局これなんですね。つまり何か変な形をした定義域から変な形をした地域への写像があるとき、そういうときに何かこういうトポロジカルな量というのが定義されて、物理にトポロジーが顔を出します。で、今からなんかもう一つ、いくつか例を見せる、異なる例を見せるんですが、基本的にはそういう構造をとっています。だからここで伝えたかったことは何かというのは、何かと言いますと、このように、今で言うと、定義域ですね。これはしばしば空間であるとか、あるいは時空であることが物理では多いですが、だから定義域や地域。今の場合、地域っていうのは、この秩序変数、ψ が値を取るところだったわけですけれども、こいつらの形というのが、トポロジカルな現象というのはしばしばこういう形で現れてきます。で、例えばだから実際にもう少しだから実感してもらうためには、例えばこれ両方必要なんですね。つまり定義域とか地域の形が両方とも変な形をしているから、こういうのがうまくいってるわけであって、例えば定義域ですね。だから空間、今の場合空間ですけど、空間が R だと、直線ですね。R だと、Wn は量子化しません。だからこれトポロジカルな量にはなりません。量子化しません。なんでかっていうと、今だから S1 という円周の構造をしてきたから、していたから、最終的にぐるって回ったら元に戻ってこないといけない。だから巻き付き数というのが定まったわけなんですけれども、これ S1 じゃなくてこう直線 R でよかったら、別にこれなんかこう巻き付いてもいいんですけど、この右端と左端で元に戻ってる必然性は何もないので、そうするとなんか2周半してる状態とかで終わってても別にいいわけです。元に戻ってる必要はないので。そうするとこれは巻き付き数というのが量子化しないことになってしまう。そういう意味で、例えば定義域が S1 じゃなくて R だったらダメです。こういう形を、その直線だとダメです。で、同じように地域が R でも、これも同じことで、Wn は定義定まりません。これは当たり前ですけど、要するに今、これ複素数に値を取るから、こう何回か巻きつくということが可能だったわけですが、これが R にしか値を取れなかったら、もう常にこんな感じですね。こうなんか同じところにしか値を取れないので、位相の部分の巻きつきというのが生まれてこないことになりますから、これでトポロジカルな量というのが定義できなくなってしまう。ですから、こうやってして、なんか地域と定義域が両方とも変な形をしているときに、その形に応じて、なんかこういう量が定義できると。これが典型的なトポロジーが現れてくるケースです。までよろしいでしょうか。で、ここまではなんかいわゆるその古典的な、いわゆるギンツブルランダウ理論とかっていう、その秩序変数に関するその巻き付きとかっていう話 でして、いわゆる最近流行ってるそのトポロジカル絶縁体とかっていう意味でのなんかトポロジカルな超伝導体とは違います。ここ今言ったものは単に昔からある超伝導体。でそれだとなんか最近の話が全然入っていなくて、なんか良くないと思われますので、後半の方は、いわゆるトポロジカル絶縁体とかの話を少ししたいと思います。で、いわゆるだから、バンド理論と K 理論とかっていうのが一番実情を表していますが、K 理論というのを少し話したいと思います。これがいわゆるそのトポロジカル絶縁体とかトポロジカル超伝導体の話につながっています。で、だからもう少しいじめな例として、物性でよく使う、
まあ、例を見ると。例を見る。で、その、いわゆる物性では、しばしば、さっきはなんかそのギンツブルアンダー理論としてなんか連続的な模型を考えたわけですけれども、いわゆるそのなんか何かしら例えば結晶とかがあって、あるいは金属とかがあって、でそのなんか金属の原子にこう極材したなんか電子を扱うと、そういう場合が多いです。でその場合はなんか原子核の部分がこう実質的なその空間みたいなものになっていて、でそこにこう極材した電子とかを扱うので、まあ、いわゆる光子模型というのをしばしば扱います。で D 次元の空間 D 次元の光子模型、まあ、それをだから一番簡単な光子としてはいわゆる整数の D 乗ですね、 ZD 乗のハミルトニアンというのを考えます。で具体的にはどういうことかっていうと、まあ、なんか H というのがエルミートオペレーターになっていて、で DG と言ってるのは、まあ、だからDZ と言ってるのは、だから Z ってこういう整数全体の集合なんで、こんな感じで点々があって、で、なんかこの各頂点ごとに、まあ、フェルミオンの向きを考えたりとしたら、なんか生成消滅演算子とかっていうのが、こうやって進んでるわけです。で、こいつらを使って、その、なんか次のような、いわゆるハミルトニアンっていうのを考える。だから CJ っていうサイトでなんかフェルミオンが消えて CI というサイトにフェルミオンが生成される。だからこれは J というサイトから I というサイトへのホッピングを表す構造になっているわけですけれども、まあ、こういうふうなハミルトニアン、まあ、この HIJ というのがなんかエルミートな二次形式になっていて、まあ、これでハミルトニアンを定義します。で、あるいはまあフェルミオンの種類がもう少したくさんある場合は、そのフェルミオンの数に応じて、いわゆる α とか β とかっていうそのフェルミオンのフレーバーの自由度とかっていうのを入れまして、このアルファとかベータが、まあ、いくつか、フェルミオンが何種類あるかっていうのを表している。まあ、詳細は今回扱わないので、まあ、そんなものかと思ってもらったらいいんですが、この I とか J っていうのが、いわゆるサイトの、物理的な場所のサイトのインデックス。で、このアルファとかベータが、まあ、いわゆるそのフェルミオンのフレーバーとか、あるいはバンドインデックスというふうに呼んだりします。詳細は特にいいんですが、まあ、こういうタイプの光子模型をしばしば考えることが多いです。で、今なんかこの I とか J っていうのは、なんか一次元的に書いているというか、I と J っていうのはなんかこう、ただの文字で書いてるんですけど、まあ、D 次元の模型を考える場合は、この I とか J がなんかベクトルみたいなもんだと思って、なんかこう、ベクトルだと思ったら、こう、縦方向とかにもホップすることができるので、まあ、ちょっとここでは記号の簡単化のために、こういうふうに、簡単な文字で済ましていると思ってください。まあ、基本的には模型の詳細は使わないので、象徴的に書いています。あ、それで言ってなかったのは、ここで CI とか CJ っていうのは、いわゆるフェルミオンの生成消滅演算子ですね。CI、アルファ。これはフェルミオンの代数を満たすと。0で CI、アルファ、CJ、ベータ、ラガーがデルタ、IJ になっています。デルタ、アルファ、ベータになっています。あ、これフェルミオンの模型です。さて。で、まあ、こういうのをまず考えるんですが、今、I とか J っていうのは、さっきから言ってる通り、こういう整数に値を取る離散的な量なので、なんか微分とか積分とか足しできないわけですね。離散的なんで。それを、なんか、そういうのを回避するために、しばしば、この空間の模型から、波数空間の模型に移ることがあります。で、この H を、次に、この C たちを、フーリエ変換します。つまり今 CI とか CJ っていうその I とか J が空間の足だと思ってるので、その I とか J に関してフーリエ変換を行います。だから、まあ、例えば DK の 2π の、まあ、この I っていう足を消したいんで K の E の、あ、また I って書いちゃった、これ J にしよう、 J とかにして I、K、J で、まあ、この K に関して積分を行うということをするわけです。で、これでもって、マイナスつけるのがいいかな。これでもって、この CK というオペレーターを定義する。これがフーリエ変換。まあ、あるいは、
あのダガーの方も一緒ですが、B 乗して、B が C 系のダガーの C の、こういうふうに書き換えます。でそうすると、だからこの標識をこの元のハミルトニアンの標識に導入代入しますと、でそれで CK とか CK ダガーについてあのこの標識を整理してやるわけです。でそうしますと、でこれを代入すると、まあ、これ全部あの真面目に書こうと思うとかなり大変なので、まああのまあ、かなり大変というか、あのまあ、いろいろ記号が煩雑になるので、ここではちゃんと書きませんが、あの記号としては、次のようなものを定義することができます。2ベータのダガー。つまり、まあ、この標識をここに代入してもらって、でそのフーリエ変換というかあの、デルタ関数のフーリエ変換みたいなものだと思って、あの計算してやると、これ今、i とか j っていう足に関する和だったやつが、こういう波数空間に関する積分の形で書き換えてやることができます。今この Hαβk っていうのの、 あの具体的な標識を書いていないので、なんか何も計算していることにはなっていないんですけれども、この真ん中の式っていうのはもともとのこの Hij とか αβ から定義される何かしら、の行列になっています。つまり今だからそう α とか β の走るところを書いていませんが、だからごめんなさい、 α っていうのが αβ っていうのが例えば1から n まで行って、それからまあ、ij っていうのが1から l までいく。こういうふうにしますと、今この α と β っていう足は何も変換しなくて残っているので、つまりこれで hαβ っていうのは、これはまあ k でパラメトライズされた、α と β っていう足は残っているので、n×n の l ミート行列になっています。もともとのこのハミルトニアンちゃんと書いてませんが、エルミート性を仮定しているので、それを使って、この部分もエルミートになっている。このハミルトニアンに対してフーリエ変換してやることで、なんかこれでこの、波数空間の上に定義された n×l の、 あのエルミート行列というのが定義されます。で、まあ、これはしばしば元のハミルトニアンと区別するために、ブロッホハミルトニアンとかっていうので、まあ、下にまあブロッホというのを書いておいてみましょう。だから元々の実空間のハミルトニアンをフーリエ変換してやることで、このブロッホハミルトニアンというのを波数空間上に定義することができるというわけです。で、まあ、だからこの辺の話をあの知らなければ、まあ、今から過去いくつかの事実だけあの飲み込んでもらったらいいんですけれども、結局今したことは何かっていうと、重要だったことは何かっていうと、そもそもあの H がこういう C とか C ダガーの 2×2 行列だったから、あのフーリエ変換した先でもこういう 2×2 の行列の形に式を整理することができて、ブロッホハミルトニアンというのがちゃんと定まりました。だからまず重要なのは H が C と C ダガーの、まあ、二次形式である、二次式である。ここからこの H ブロッホというのが定義できます。だからこれ4次とかの項が入ってしまうと、あこっちに持っていったときにも4次の項が残ってしまうので、この H ブロッホ的なものを定義することはできません。で、それから、この ZD っていう今、あの D 次元のラティスで考えてますが、格子で考えてますが、これを今、フーリエ変換したので、ZD をあの、だからまず Z のことを思い出してもらうと、Z をフーリエ変換すると、これは S1 になったわけです。円周になりました。だからこれ、あの、これは多分どっかでやると思うんですけど、学校でもやると思うんですけど、まあ、でも普通やるときは S1 から Z に移行で、つまり S1 上のなんか連続関数っていうのはフーリエ変換してやることによって、あの Z で展開できると。フーリエモード Z で展開できるというのがあったと思うんですが、まあ、それでちょうど逆変換になってるわけですね。Z をフーリエ変換すると、あの S1 上の関数に移すことができます。で今の場合はだからその Z の D 乗でやってるので、まあ、これを直積してやればよくて、 Z の D 乗をフーリー変換するとこの S1 を D 個かけたものになります。これ D 個。
で、こういう D 個 S1 をかけたやつのことを TD と書いて、D 次元トーラスというふうに、言うんです。なので、まあ、今もともとこういうふうに Z の D 乗の上に定義されていたハミルトニアンなんですが、これをフーリエ変換することによって、D 次元トーラス上の N か KN のヘルミート行列というのが定義できた。それをブロッホ・ハミルトニアンというふうに呼んでいます。でだからこれが今なんていうか状況設定の上では大事だったわけなんですけれども、でいわゆるな、まあ、なんかバンド理論とかっていうのを少し書きたいのでその状況設定を思い出すんですが、バンド理論ではこいつの、固有値ですね、あのスペクトラムというのを書いてみます。これがいわゆるバンド図とかってやつですが、つまり横軸になんか K という波数ですね、波数を取ってもらう、取りまして、で縦軸にブロッホ・ハミルトニアンの固有値、まあ、だからエネルギーを表しているので E というふうに書きますが、E を書きますと、そうするとだから今 N か K の行列なので、例えば K を1、K の値を1個フィックスすると固定したら、その各 HK っていうのはこれ単に N か K のエルミート行列なので、固有値が N 個定まるわけです。実固有値が N 個定まるわけです。だからこの上になんかこんな感じで N 個固有値の値が定まると。で、これをこの K をガッて動かしてやってどういう形になるのかっていうのを描いてみます。そうするとだからあの K っていうのはさっき書いた通り S1 の D 乗だったので、要するにまあ0から 2π で周期的になっているはずで、で、だから絵がどうなるかっていうのはなんか例えばここからスタートしたら必ずここに戻ってきて、でまあ、なんか適当に絵を描きますが、まあ、でも中ではこう入れ替わったりするかもしれないから、なんかこんな感じ。まあ、こんな感じで絵が描かれるわけです。で、これがだからちょうど今、大文字の絵の本がある。で、こういうのをあの物性ではしばしばバンド図とか、あるいはこの一本一本の線のことをバンドというふうに呼んだりするわけです。ブロッホ・ハミルトニアンを定義して、そいつの固有値を K に関してあのプロットしたものというのをバンド図というふうに呼んでいます。これバンド図。だから本当はこれ D 次元トーラスなんですけど、あの図に書くために、まあ、1次元の円周みたいな感じで D イコール1の場合ちょっと絵に描いてみました。で特に今考えたいのは、だからこういうケースもあれば、あの場合によってはこういうケースもあるわけです。例えば、だから、もともとのハミルトニアによっては、例えば、どうしようかな。まあ、こんな感じになってるんだけれども、なんかあるところを境にこう2つに分離することができる。まあ、例えばこんな感じであの2つに分かれている場合みたいなのもあるわけです。で、あの特にだからこういうバンド理論を使って、こういうバンド図を使って、あのその物質が金属であるとか、あるいは絶縁体であるとかっていうのを説明するのは、いわゆるそのフェルミエネルギーとか、フェルミ順位とかっていうのを使ってやるべくて、つまり、なんかそれぞれの物質には、その物質固有 の, あのフェルミ順位というなんかエネルギーが定まっています。それは何かっていうと、このバンド図でいうと、ちょうどその順位よりも下 の, のフェルミオンは全部詰めなさいと。それそのここがフェルミ順位と呼んでいて、いわゆるフェルミ順位というのがこの辺にあって、これは物質固有のなんか量ですけれども、なんかこれより下には全部あのフェルミオンが詰まっています。というのがあのフェルミ順位です。で特にこのフェルミ順位とこのバンドが完全にこう交わらないような状況になっているやつのことを、いわゆる絶縁体というふうに呼んだわけです。だからこれは絶縁体を表しています。で一方で、なんか例えばこの辺にバシッて引いてやると、フェルミ順位がこう、あの、なんていうかバンドを横切ってしまうわけですが、こういう場合は金属を表している。これは金属になっている。というのが、なんていうか、あのバンド理論の一番最初の偉い点というか、まあ、こういう描像でもって金属なのか、あるいはあの絶縁体なのかっていうのを区別することができる。というわけでした。で、あの、今注目したいのはこの絶縁体の方でして、だから状況設定として、だからこう右側の図になるか左側の図になるかっていうのはスタート地点のそのハミルトニアンをどういうふうに取るかっていうのに依存してるわけですけれども、そのハミルトニアンのうちでちゃんとそのバンド図が絶縁体になっているもの、つまり絶縁体を表しているようなハミルトニアンを以下では考えることにします。トポロジカル絶縁体とか言いたいんで絶縁体を考える。
で、じゃあそうすると、だからこの時、このブロッコ・ハミルトニアンっていうのはどういうものになってるかっていうと、一つの見方はこうです。つまり、何か一つこういうふうに波数値 K というのを決めてやると、その K に対して今、大文字の N 次元の、あのヒルベルト空間というのが対応しています。ヒルベルト空間、つまり、これ一本一本がこういう状態を表しているので、まあ、N 本あって、それが N 次元のこういうあのヒルベルト空間を表しています。で、さらにフェルミ順位まで頭に入れてやると、フェルミ順位っていうのはその大文字の N の中のその部分空間ですね。つまり、今、例えばこのフェルミ順位以下のバンドの本数っていうのを、スモール N 本あるというふうに書きますと、そうするとちょうど大文字 N 次元のベクトル空間の中の小文字 N 次元部分空間というのが定義されているわけです。各 K ごとに。で、また K っていうのをずらすと、この、あのこういう状態っていうのは変わっていきますから、また別のスモール N 次元部分空間が定義されていく。だからこの K をどんどん動かしていくと、いろんな N 次元、スモール N 次元部分空間っていうのが定義されるわけです。ですから今のお話をもう少しちゃんと文字に書くと、つまりこのブロッコ・ハミルトニアン。ブロッコ・ハミルトニアンというのは、この HB、アルファベータ K は、対応付けとしては、各 K に対して、K って波数ですね、各 K に対して、今の場合で言うと、つまり、全体はキャピタル N 次元、大文字 N 次元なんで、あの CN ってベクトル空間になっていて、この CN の中のスモール N 次元部分空間というのを対応させるわけです。ですね。だからこのスモール N 次元の部分空間というのを定めていく。いうふうに思うことができるわけです。で、これ数学的には、なんかこういう大文字 N 次元の中のスモール N 次元部分空間っていうのは、なんていうか興味が持たれている対象でして、昔から興味が持たれている対象でして、実はこれ数学的には、このちょんちょんの中の量ですね。このちょんちょんの中の量は、いわゆるグラスマン多様体というのの元になっています。の弦になってます。つまりどういうことかっていうと、グラスマン多様体っていうのはなんか2つの整数から定義されるような多様体でして、これはあの今言った通りで、何か V っていう CN のサブスペースであって、次元がスモール N であるような、こういうもの全体の空間というのがグラスマン多様体です。だからブロッコ・ハミルトニアンというのは各 K に対してグラスマン多様体の弦を1点定めるような、そういう写像になっているとみなすことができるわけです。で、すなわち、まあ、書き方がちょっと難しいですけれども、例えばだからこの、どうしようかな。例えばフェルミ順位をなんかミューとかって書くことにして、なんか各 K におけるヒルベルト空間、そのフェルミ順位以下のヒルベルト空間を、例えばだからこうなんか H のミュー以下の、どう書こうかな、なんか記号をちゃんと定めればよかったですが、まあだからこれか、まあ、これのことを例えば象徴的に、これなんかエネルギーミュー以下の、このだからブロッコ・ハミルトニアン、アルファ・ベータの K というやつですけど、このブロッコ・ハミルトニアンから定まるようなミュー次元以下の部分空間のことを、なんかカーリーな H のミュー以下と書くことにして、だからこれが N 次元、スモール N 次元の部分空間を表す記号だと思ってもらいますと、結局この対応付けっていうのが、つまり、μ 以下の、この、スモール h の、大文字の h の、ブロッコ、アルファベータの、
まあ、ここになんか波数を入れるっていう写像なわけですけれども、これっていうのはちょうどブロックハミルトニアンっていうのは定義域が、D 次元のトーラスでした。だから E の D というところに対して、でこれに対して K をこうなんか1個入れてやるとスモール N 次元の部分空間を定める対応だったので、だからこれがグラスマン多様体であることの NN のこういうマップだと思うことができる。多数に対して何かこういう入次元以下の H ブロックのサブスペースを定める、こういう対応だと思うことができるわけです。でよって先ほどのその巻き付き数の時と全く同じように、じゃあこういう写像が1個取れた時に、その写像の連続変形で同一したものっていうのはどういう構造をしてますかっていうのを考えてみましょう。だからさっきで言うと S1 から複素数引く原点のマップだったので、そいつっていうのは巻き付き数っていう Z でラベルされるような量を持っていたわけです。で今だからこういう D 次元のトーラスからグラスマン多様体への写像っていうのはどういうふうな巻き付きみたいなものを持ってるかっていうのを考えてみたいわけです。記号で書くとこの H ブロッコっていうのは H ブロッコ K というのはつまり今で言うとトーラスからグラスマン多様体のマップであって、それと連続変形で同一したものと、だからこういうところの弦を定める、の弦を定める、わけです。よろしいでしょうか。だからここまでがそのそもそもハミルトニアン、実空間のハミルトニアンを格子上でパッて与えたときに、そこからまずブロッコハミルトニアンという波数空間上のハミルトニアンを定義して、でそいつに対してブロッコ、ごめんなさい、フェルミエネルギー以下の部分空間を定めるっていうあの対応付けでもって、今波数空間からグラスマン多様体へのマップを読み出すことが定義することができました。でだからこういうこの連続変形で同一したこの鍵括弧っていうのがどういう構造をしているかっていうのが分かれば、それでこのハミルトニアンをある種分類することができるわけです。もともとのハミルトニアンを取り替えればこの写像としての構造が変わりますから、そうするとこの TD からグラスマニアンへ の、マップの構造も変わってくると。でただし重要なのはだからこのハミルトニアン、もともとのハミルトニアンがあったときにそいつを連続的に変形させてやったとしても、結局このあたりの対応付けっていうのは全部連続的な対応になっているので、つまりこの中では弦は変わらないわけです。ハミルトニアンを連続的に変えてやったとしても連続変形で同一したものに関しては同じものを定めます。だからそういう意味ではハミルトニアンのなんか分類というのはこういうものが求まればそれで分かると、そういう構造になっています。ですが一般になんかこういう空間から空間への写像のその連続変形で同一したもの、この鍵括弧っていうのを計算するのはとても難しいです。それが経験則です。で一般にはこういうものを計算するのは難しいんですが、実はこの場合はラッキーなことがあって、実は次のようなことが知られています。任意の空間に対して実はこの X という空間からこのグラスマン多様体へのマップというのは、次のように書き直すことができる。この X という空間のいわゆる K 群というの、ゼロ次の K 群というものと同型になることが知られています。まあ、ただしこれは条件がついて、この大文字の N とか N が、小文字の N が、十分大きい。十分。この時だけです。十分大きい時に関しては、こいつらが一致するということが知られています。でいきなりこういう K0 チルダとか書かれても何のこっちゃわからないと思いますし、別にそれを知っていることをここでは要求していないんですが、実はこういうふうに書き換えることができます。でここでこの K0 チルダっていうのが、ここで K0 チルダ X っていうのは、まあ、X の、まあ、正確にはいわゆるその簡約K群ですね。だから正確には0次の X の0次の、まあ、厳密には簡約した、あるいは飛躍した簡約定理論、というのになっています。
で、まあ、この経理論とかっていうのを知らなきゃ全然して今ここで知ってる必要はないんですけれども、これはなんかいわゆるコホモロジー理論の一種になっています。でコホモロジーってなんかあの企画のとかを勉強するとなんかドラムコホモロジーとかそういうのを勉強したことがあるかもしれませんが、まあ、何かしら空間に対してこういう群を対応づけるそういう仕組みになっていまして、まあ、こういうコホモロジーを計算する手法というのは数学の方でたくさん開発されています。だからいきなりこういうなんか鍵括弧のこういうものを計算しなさいと言われると大変なんですけれども、一般にこういうグラスマン多様体へのシャドウというのはその元の空間の定義域の0次の軽群を計算することと一緒になるので、この右辺の方に関しては計算のいろんな方法が開発されているから計算しやすいということになる。で、だから経理論と呼ばれる、まあ、いわゆるコホモロジー理論の一種になる。ですから特に今の場合はこの X として波数空間、つまり D 次元トーラスの場合を考えたいわけですけれども、例えば TD の、このグラスマンの NN とかっていうのはこれは0次の TD と一緒だと言ってるわけですね。この対応関係か。で、軽群に関して TD の軽群に関してはこれはだからなんか軽群を勉強すればなんか誰でも計算できるぐらい の, あの簡単なものになっていて、まあ、今 D というのを使って書く と,、D のあね、2の D-1 乗-1ですね。D-1 乗-1の公分だけ Z が出てくるというのがあの計算の答え。だから例えば D が1の場合、あ、D が2の場合を知りたいと思ったら、例えばえっと、空間の次元が2次元の場合ですね。D イコール2の場合を考えたりしますと。で、そうしますと、だからこれは、K0 チルダの E2 の K0 になるので、で、ここに2を代入してもらうと、2-1で2の1乗-1なんで、これは Z というのが出てきます。で、例えばこれっていうのは実はいわゆるそのホール効果とかっていうのがトポロジカル絶縁体というかあの トポロジカル絶縁体のすごい代表的な例として知られていると思いますが、実はこの D イコール2の場合 の, あの この Z というのがいわゆる TKNN ナンバーとかって呼ばれている、まあだから、量子ホール系のあのいわゆるホール伝導度というのを分類した伝導度。ホール伝導度の値というのを識別するような Z というのを与えるということが知られています。で、まあ、だからその、まあ、何も知らなければ単に、まあ、この別に軽群とかっていうのの細かい話は何も知らなくてもいいので、とにかくこういうなんかマップの連続変形の同値類というのが軽群というよく知られている量で計算あの表現することができて、これは非常に計算しやすいから、これでなんかいろんな分類というのを計算することができると。はい。で、一応なんかあのリマークですが、注意ですが、あの今だからあの軽群を知らなければ、まあ、そういうものかと思ってもらったらいいんですけれども、もしも軽群を知っていれば、なんかその K0 とかっていうなんかすごい特別なものが1個だけ出てきているということで、あのコホモロジーを考える立場からはなんかディグリーゼロのところしかないのは気持ち悪いなと思うかもしれないんですが、あの実際には今ここでは言ってませんが、いわゆる H に対称性とかっていうのを貸してやると、あるいは次元を変えるとかでもいいんですが、対称性を貸すと、でそうするとあの例えば K0 であるとか今 K1 であるとか、あるいは、いわゆる実 K セオリーですね。KO0 とか、KO1 とかが、を用いた分類に。これはなんか単にコメントしてるだけなので、経理論のこと知らなければ無視してもらったらいいんですが、まあ、ある意味、だからそういう、こういう意味では、なんか、ある種自然に、あの、ハミルトニアンが軽群で分類されていると。まあ、対称性って言ってるのは、例えば、
時間反転対称性とか、あのカイラル対称性とか、そういう対称性ですけれども、そういうのを貸してやることで、あの0時以外の、あるいは複素 系理論だけじゃなくて、実系理論みたいなのも顔を出すと。だそういう意味で、こういうコーモロジーによる分類というのは自然のものになっています。うん、でそれから、系理論というのは、先ほど少し言いましたが、系理論は、いわゆる一般コホモロジー理論の一種になっていて、一般コホモロジーの、まあ、一種。一般コホモロジーというのが、なんかコホモロジーの一般化としてあるわけですけれども、そういう一般コホモロジー理論と呼ばれているものの一つの例になっています。でこういう一般コーモロジーっていうのは、あの物性物理でいろいろな一般コーモロジーというのが出てくる。別に物性問わずですけど、物性ではいろいろな一般コーモロジーが、まあ、現れる。よろしいでしょうか。はい。で、で、いろいろな一般コーモロジーが出てくると言って、ちょっとだけあの一般コーモロジーの話をしたいと思いますが、いわゆるこの一般コーモロジーが出てくるのが、あの、SPT 層とか、いうやつでして、で、この SPT 層っていうのが、いわゆるさっきから言ってるようなトポロジカル絶縁体の一般化になっています。で何を言いたいかというと、実はその任意の一般コホモロジー理論に対して H というのに対して、今系理論で言ったところのグラスマン多様体に対応するようなものが存在します。系理論の受ける今、まあ、グラスマン多様体といったものが対応物が存在します。だからさっきのマンド理論で言うと、ちょうどこれはハミルトニアンが値を取る空間だったわけですけれども、大体それに対応するものっていうのが、あのいわゆる一般コーモロジー、コーモロジーを一般化したものに対しても存在しています。つまり何か任意の一般コーモロジー理論に対して、その X を入れたものっていうのが、X からあるこの空間、H というコーモロジー理論に付随した空間への写像の連続変形で同値類を取ったものと同型になる。そういうようなこの E というのが存在するということは、一般コーモロジーに対して知られています。で、実はだから、その一般論から、実はあのこの SPT 層っていうのは、あ、だから対称性保護トポロジカル層とかシンメトリープロテクティとトポロジカルフェイストポロジカル層とかって言われているものは、これ SPT 層ってやつですが、は、まあ、一般コーモロジーで分類される。H で分類されることが予想されています。でこれはなんか一般に期待F の予想とかって言って、まあ、期待F先生がなんか2013年ぐらいにビデオを上げていると思います。で、実際にだから、あのこの EN って書いたこの部分があると思いますけれども、この EN っていうのが、あの、なんていうか、この SPT 層というのか、あるいは SRE 状態と言ったりもしますけれども、
そういう物理的な、 なんか状態全体の空間みたいなのがちょうどこの EN になっているというのが物理的な解釈で、そうするとなんか適当な空間の上にそういう SPT 層を置いてやると、ちょうどこの部分にマップが構成できて、でそのマップというのが一般コーモロジーで分類されると、そういう対応関係になっています。で、まあ、このあたりの話はなんか少し難しいし、話し始めると長いので、でなんというか、あのこれは宣伝ですが、あの動画のなんか中に多分一般コホモロジーと物理とかっていうなんかのがなんかあのという動画が存在すると思いますので、まあ、それを見てもらうと、まあ、この辺の話をもう少し詳しく喋っています、はい、でということで最後まとめですが、この話を通して伝えたかったことっていうのは何かっていうと、まあ、最初に少し書きましたが、結局地域とかあるいは定義域ですね、こいつらっていうのがなんか異次名な定義域が異次名な形、まあ、あるいはトポロジーって呼んだりしますけれども、になることによって、例えば最初の超伝導の模型でいうと、空間をまず S1 にしましょうというので、定義域が S1 になったわけです。そして地域っていうのは、そのプサイっていうバーが複素数に値を取るバーだったので、そうすると複素数から原点を引っこ抜いたところが地域になった。で、そうするとそれに付随して、プサイというバーが巻き付き数というのを定めたわけです。一方で2番目のそのハミルトニアの例で言うと、結局まず定義域というのはいわゆるフーリー変換したことによって D 次元トーラスというやっぱり変な形をしている空間になったわけです。でそれに対して地域というのもまたこれまた変なもので、つまりブロッホハミルトニアンが定めるようなフェルミ順位以下の部分空間というので、これはグラスマン対応体になったわけです。だから定義域が D 次元トーラスで、地域がグラスマン対応体になって、でそうするとそれがなんか非自明なあの巻き付き数みたいなものを持っている。でこういうことになることによって、つまり今言った通り、例えばバーであるとか、あるいは秩序変数と言ってもいいかもしれませんが、秩序変数であるとか、あるいは最後の例で言うとハミルトニアンそのもの、まあこれにつきませんが、セトラが、何か、トポロジカルな量を定義する、というのが、この話で伝えたかったことです。ですから、まあ、あのなんかいろんなそのトポロジーとかっていうのがなんか言葉でもあの物理をやってると最近よく聞くかもしれませんけれども、基本的にその何かトポロジーが物理に現れるときっていうのは、多くの場合がこういう地域とか定義域の間になんか写像が定まっていて、その写像というのがなんか変な形でトポロジーを与えると、でそれが物理に効いてくるというのが典型的なトポロジーと物理の関係になっているということで、話としては以上です。